皆さんこんにちは、デジマクッキングのチョです。今日は我が家の定番タケノコ料理、竹笋焖肉の作り方を紹介します。旬のマタケは一本用意して、縦半分に切ってから皮を剥いてください。横に置いて6、7センチ幅に切っていきます。さらに繊維に沿って細切りにして、穂先は縦3等分に切ってください。切り終わったマタケを洗わないで、ボウルに入れておいてください。あらかじめぬるま湯で戻した干し豚骨は、石突きを切り落として、4等分に切っていきます。ここで生しいたけよりも、旨味や栄養が高まる干し豚骨がおすすめです。今回は、豚肩ロース切り身を使います。豚肉はお好みの部位を使って、できるだけ脂身が多い部分を選んでください。肉を軽く洗ってから食べやすい大きさに切ってください。長ネギ、生姜、鶏肉をあらかじめ切っておいてください。お湯が沸いたら塩を加えてください。タケノコと豚骨を入れて3分ほど茹でます。もともと取れたてのマタケはアクの成分が少ないので、塩を加えて軽く茹でることで渋さを消すことができます。茹で上がったらザルにあげて水気を切ってください。鍋を中火で熱して油を引きます。豚肉を入れて油が出てきて焼き色がつくまでしっかり炒めてください。できたら長ネギ、生姜とニンニクを入れて炒めます。香りが立ったら、豚骨を入れて炒め合わせてください。豚骨の香りが立ったら、マタケを加えて、軽くかき混ぜたら、弱火にかけて調味します。醤油大さじ1、たまり醤油少々、塩小さじ 0.5 と砂糖小さじ 0.5 を加えて炒め合わせてください。食材がほぼかぶるぐらいのお湯を注ぎ入れてください。蓋をして時々混ぜながら、汁気がほぼなくなるまで弱火で3分ほど煮てください。煮る時間はマタケのサイズによって調整してください。3分経ったら全体を大きく混ぜ合わせて出来上がりです。たまり醤油を使って食欲をそそるツヤが出ました。豚肉の脂と醤油で食材の味が包み込まれて、しっかりとした味わいです。旬にしか食べれない山の幸をご堪能ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。